ちは。簡単美健韓国料理チャンネルです。今日は韓国で有名なパクマンレイハイモニのレシピを参考にカンジャンピビンクスを作ります。カンジャンピビンクスとはカンジャンが醤油、ピビンが混ぜる、クスが麺という意味で醤油ダレで混ぜた麺のことです。それでは作っていきましょう。今回の材料はネギで、こちらがズッキーニと人参を作っていきます。あとタレは、ニンニクを入れます。人参は千切りにします。まず砂糖を大さじ3、醤油も大さじ3、お酢大さじ3、とごま油を大さじ3、ごま適量で、パクマンレイハイモニーは唐辛子を入れてませんでしたが、他の方を見ると唐辛子入れてましたので、辛いのがお好きな方は唐辛子を少し入れてください。ここにニンニクをすりおろして入れます。混ぜて味見します。味見をして、私は今回お酢を少し追加しました。お湯を沸騰させてそうめんを茹でていきます。今回は 200g のそうめんを茹でました。沸騰してきたら先ほど千切りしておいた人参を入れます。でさらに沸騰してきたら切っておいたズッキーニとネギも入れます。味の調整ができるように少しタレをそうめんを和える前に取り分けておきましょう。タレが多い気がしますので少し取り出しておきます。味見をして味が薄ければ先ほど取り除いておいたタレを追加しましょう。タレがまんべんなく行き渡るようにしっかり混ぜて味見をします。今回は 200g のそうめんで和えたので少しタレが残りました。 250g だとちょうど良かったかなと思います。それでは器に盛り付けていきましょう。カンジャンビビンクスの出来上がり。お鍋一つでできる簡単お手軽料理、私も初めて作ってみましたが想像以上に美味しかったです。夏に残ったそうめんをアレンジして一度召し上がってみてはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。